はい、7.8 です。 Does having pictures on the menu to order? はい、そうね、ここ does になってるということで主語どれかなって考えなきゃいけないですね。 does で主語が having pictures on the menu でしょうね。メニューの上に picture を持つこと、この having は動名詞ですね。で、まあ要は載せることですよね。は何たらだろうかということですね。で、この中で見ていかなきゃいけないのは、メイクがまず核となる動詞だなってことがわかりますよね。で、メイクの使い方なんだけど、メイク、O を C にするみたいな形で使えるんだな。まあ、メイク、O、原型の形もあるけどね。なぜ僕が C かって言ってると、あそこに easier がちょっと目に入っちゃったんで、チラッとね。どうしてもこの形だろうと。で、O に当たるのはもう it です。なぜなら、ここに to order っていう、ここの形式を受ける形が、もう見えちゃいますね。チラ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 ね。なんで、make it easier。to order の形になるのかな。いや、おかしいね。余るもんね。なんで困ったなと。うん、この考え方は違うんだなということですね。なんで、この it の形式だってことは間違いないんで、これ to decide にしようか。ね、to decide にして、ここで受けちゃおうか。何を ?what? で、to order か。What to 何々で何々すべき、何を注文すべきかを決めることを easier にしますかということですね。なんで今ちょっと僕も迷っちゃいましたけど、これちょっと2つ不定詞があるんでね、迷っちゃいましたけど、まあこういう形が一番いいでしょう。